カゴです。ダジャン、タツくんがブレイキングダウン試合が決定したんですか。仮決定だ。あ、まあ、喧嘩バトルロイヤルでね、はい、その名を馳せて喧嘩バトルロイヤルの賞金で選手の中で一番多く取って帰ってるから。ありがとうございます。アンポルキアが選ぶ MVP 賞と KO 賞。いや本当にありがたかったです。2戦ともほぼ失神KO。一旦離しました。あと左か。いい音してる。やばい。おお。感じがしますね。おっとボディーだ。一つダウンを奪われている左のフック。もう熱すぎないでこれ。まあブレイキングダウンはまあタツくんとか出たら正直ちょっと俺危ないかなと思うのが、相手ほぼマジで全員失神しちゃうなと思ってて。でも大会側からしたら1分間の中でどっちが勝ったか分からんけどとりあえずこっちつけとこうみたいな、そういう時も多いんやけど、こういう選手が追ってくれたら、ああもう倒すんやろなっていうのが分かるから、めちゃくちゃ多分いいんじゃないですかね。視聴者的にもマジで分かりやすい試合します。そうっすね、殴ったら相手が倒れる。マジ今まで見てきた選手の中で一番効果が強い。プロ選手でも強いし。ありがとうございます。いや正直スパーリングしてきた中で、あ、そのパンチの質はね、覚えていったら質は上がっていくんで、そこはまた話別ですけど、ここの当たった時の倒れそうなその強さはマジで一番っす。ありがとうございます、うん、だからそのビッグバンオーダーが勝ったんでしょ。多分それびっくりしたと思うんですよ。こんなやつおるんやみたいな確かに向こうも向こうビッグです。だってベルト返上芝でして出ようとしたのに、はい、いや偉いことしてくれたな、この感じ。勘弁してくれよ。残念だったですよね、多分。横浜おるよって感じですお互い喧嘩とかしたことないんですよね。あ、喧嘩はないっす。タスクに喧嘩した時に、ね、1対、え、2対何本、何でしょうね。4、5年だったかな、花火大会があって、で自分のタツ、その駅前でちょっと友達待ってたら、他の5人、5人、4、5人みんな人に見られて、うわ来たわと思って内心チョン君はあんまりしたくなかったんですね。はい、でもするってなんでちょうどタバを吸ってたんですよ。一番強そうに顔面パッてタバを投げて投げたんですよ。そしたらタッツいきなり右側の左でトントンされるようにしてうわーと思って。いやでもあれは楽やわと。いやあれは失神する自分も喧嘩したくなかったんですよ。はい、そのパンチ打ったらあかんっす。ほんまに。でも想像つくもん。マジでバンバン2人とも寝ると思う。そんな喧嘩めっちゃしたいとかそういうタイプじゃなくて、そういうことが起きたら戦うよっていう感じですね。そうっすね。そうっすね。そうっすね。今まで視聴者として見てたんで、正直オーディションはめっちゃ面白いと思うんですよ。じゃあ試合をじゃあ見たら。こんなこと言ってあれですけど、ぬるい試合多いなと思って、全然面白い試合がないなみたいな。しないですし、ね、そうですね、しないですし、実際、ブレイキングダウンで面白い試合するなって、1人ぐらいしか想像しなくて、誰ですか、テルフですね。めっちゃジョリー君いて、本当に申し訳ないですけど、テルフはマジで試合遊ばないです。そう今のところね。オーディションとか会見とかそこまではめちゃめちゃ頑張るっす。だそういう人材も必要なんで、はい、そうですね、良さがお互い違うんですよ。てる君は試合めっちゃ重いでしょ。面白いっす。もうすぐ疲れますからね。そうそう。いやでもありがとうございます。タスクに言ってもらって嬉しい。なんでまあ自分がここでブレイングダウン出て、まあこれぞオーディションだけじゃないぞっていうのをちょっと見せたいなと思ってます。ありえへんのがなんか、こっちからのこういう振りで倒れることは結構あるやん。じゃなくて、うちの中のコツンで普通に失神したねんな。しかも前から。あれ、なんでなのって。あと左か。いい音してる。やばい。なんか、改造しましたね、今。いや、改造してないです。してないですか。タスクは今回、山本さんのボクサーじゃないですか。いやボクサーやけど、俺正直、パンチでやったら勝てると思う。あ、マジですか。いや、それ技術的な話したらさ、無理やで。はいはい。だから蹴りを使ったパンチを打ったら絶対勝てます。蹴りで散らしたパンチを、パンチで絶対勝てます。それは、パンチをメインじゃなくて、蹴りをメインで…いや、パンチを当てるために蹴りを散らすんですよ。パンチを当てるために蹴りの餌を撒くんですよ。例えば足をちょっと上げるとか。そしたら、こうやってビクってなるじゃないですか。はい、丸くなったところ、パン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 
で打ちに行くので、はい、でボクサーはやっぱりパンチだけでこうやってやってたんで、そういう足の動きとかに機敏に反応するんですよ、いちいちこうやって、はい、そういうのを刺しとけば全然いけるじゃん。パンチ力に正直俺は申し訳ないけど差がありすぎるんだ。両方戦ってますもんね、できやすい。僕はね、チョン君の行きつけの江ノ島のイベント違いから崩してる昨日終わったんだ。ションツーでシャンパンを入れたら本人とツーショット取れますんで皆さん聞いてください。これいつもやってますか？9月3日までチョン君いるんですか？本人結構サボりなんで2週間に1回ぐらい多分いると思います。チョン君はブレイキーダウン出ないんですか？10人出たいなと思ってます。だからチョンと一緒に出たいですよ、やっぱ。じゃあ俺もライジンやめてもブレイキーダウン出ます。そこはライジン言ってもらいたいから。そうですね、危なかったです。ブレイキーとこでした。セコンドはじゃあルキアさんとチョンプで今回。確かに。そうですね。はい。なんでいやそんな感じ。でもちょっとなんか何で乗り切らない。俺やんないといけないのかみたいな。いやそうにしないよ。セコンドいらんの？そういう問題じゃないですよ。いやもうほんまに言ったらパーンってもう愛でこんなやってるから。はい。ほんまに。いやなんかやりたないもん。絶対やりたくないもん。ブレイキングやんでやっぱりジョリーに庭やんか。はい。まあ、庭荒らされるわけです、はい、どういう気持ちですか？いやまあ俺も僕は触れてまあ心強いかなって感じ。お前芝生か。ちょうどとジョリーやってるのこれ。もう誰言ってもあの勝ちあんま勝ちしちゃうから。あれね、延長したかったですよね。そうですね、ね。左撃破、左撃破。また喧嘩しまくった。ちなみに誰と戦いたいんですか？俺なの。俺なの。やるしかないんじゃん。やりそうや。やるしかないんじゃん。これドッキリ。ドッキリじゃないっす。何なら大丈夫なんですか？別に何がしたいんですか？逆に。力、まあ、力比べ。力比べ、どういう力比べですか？こういう力比べですか？はい、いいっすか？ほんまに言ってるの？なんで？いや、もういい思い出作りたいじゃん。あ、でもはい、もうちょっと素人系がいいですね。あ、ちょうどいるんですか？どちらかというと素人、喧嘩自慢タイプ。ああ、じゃあやりましょう。あ、ちょっと重いですけどいいですか？あ、いいです、いいです。え、やりたいです。夏の思い出なんだよ、やりたいです。そうっすよね。はい。怪我しないようにね。じゃあやりますか。すげー。急遽タツくんを指導する予定が。やっぱ夏、海は絡まれるな。そうですね。2回目の絡まれで、2回とも戦うっていう。パンチだけで、で1分間。1ラウンドだけでいきます。もう1分しかしないです。じゃあ、手合わせ。で、僕がダウンとか止めたら、止めてくださいね。そこでストップするので。いきます。よーい、スタート。前行け、前。2way バン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 中村
体重が軽いのにガツくんの方が相手が降ってきたのに対してこういったら、たとえこれが当たったとしても相手の体重が重たいから絶対こうなるんですよ。だから一旦来たのに攻撃に対してはこういう、まるで戦った人みたいな秒で殺されるんだよ。またちっちゃくちっちゃくで相手がちょっともうしんどくなってきた、丸まってきた時に素人相手にアドバイスすんなよ。大振りすぎすぎ、うせえな素人だから大振りなんだろうがよ。素人なめんだバカ野郎。ああ、めっちゃ頑張ってますよ、格闘家だからって言うわ。次じゃあ俺やりましょうか。テキーラください。早くテキーラ。テキーラ2期。テキーラ2期。やるわ。ちょ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 2ウェイ。お前さらうぞ。夏の思いじゃダメんだよ、この野郎。行くよ、じゃあ。よーい、スタート。前、前、前でよ、前。前ね。左、左、左、左。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、前、前、前。いいよ、前でよ、前。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、前。前、前、前、前。前、前、前。前、前、前。ガード、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 ガード。左やりすぎだろ。ちょ、俺こいつら調子乗ってるからさ、やっていい？やっちゃってくださいよ。やるわ。選んでね。はい、ちょっと俺いけるかな。違う違う、全然違う、全く知らない人。やるのかお前。かわいい、かわいい。こうなってたから。グループじゃないんですね。グループやったとしてもそこには絡む。あのチョンツイシャンパンいいっすか？ほんまや、いっちゃう。それ行こうよ。それはそうしよう。チョンツイシャンパンあげてください。みんなで、じゃあみんなで飲みましょう。チョンツイシャンパン行こう。チョンツイシャンパン、はい、ありがとうございます。夏の海に来たらビジネスになる。金も終わるで、これ右の肩を相手の顎に合わすつもりで、そこから前に出したらもうその位置に来るんですよ。肩を相手の位置に合わせていって、こっちの肩の合わせていくんですよ。これ合わせていって、ジャブでスッと入って、これが当てたら肩を前に出して、これジャブは別に当てなくてもいいですか？いや、いろんな種類がある。タツ君が興味と思ったのは、まあ、いきなりあんな感じでスパーリングしたんでしゃあないんですけど、はい、でもまあ力みすぎっすね。ですよね、はい、もうなんか自分で分かってたんですよ。肩にこう力が入るじゃないですか、こうやってグッて緊張したら、そしたらいいパス絶対打てないんですよ。って言ってるんですよ。じゃなくてジャブなんかリラックスした方がいいんで、肩落として、で関節はもうブラブラブラってさして、でこれでバンバン、これでさっきのは、いやそうっすね、そうね、パワー全部がパワージャブパワージャブパワージャブ、はい、まあ、それも大事なんですけど、基本はもうやっぱリラックス、はい、これもリラックスしながら慌てない、そうそう、前に歩く、歩くだけで、そうそう、バックスイッチだって、うわーじゃなくて巻いてください、相手が、相手のコートが近いんで、
あれじゃないですか、こうやって。これだけです。これ痛いです。これ指とかだったら。あ、痛い。はい。左手相手、こう握りでこうやってガードここしてるんで。これ潰してる。だからこれを速くていい。あの、こんな、うぅってなって、はい、軽く蹴るだけで痛いんで。歩いて、そう。いや、で、ちょっとこれだけ入れる。これだけ入れる。これだけ入れる。そう、今。あ、それ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 。そうそう、それにスーとか合わせて。そう。はい。あ、そう。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 今の。今のが、相手が来たのを分かって、準備できたまま、さっきは準備ができないから、やっぱ準備するのは全部この下半身と足元、はい、これが後ろに背いたら感じてください。絶対強い感じですね、はい、これが前傾重心になって体幹がちゃんとしてるから強いパンチが出る。ここで強いパンチが出る。下がったとしても打てる。前に行っても打てるし蹴れる。でまた打てる。そう、全部ここのここをしっかり立たしておく。はい、こういう状態です。常にでリラックスしたらすぐ下がる。ボクサーやったらなおさら蹴りいいっすね、絶対に。まあ、蹴りは、ごめんなさい、左を中心と考えて絶対左です。ボクサーとキックボクサーというか他の格闘技の一番の違いは、ボクサーはステップインして攻撃していくんですよ。こっから飛び込んでくるしかない。でボクサーはこれができるんで、だから例えばこっちの方がパンチは怖いです。当てやすい。その代わりリスクでかいんですよ。蹴りありになった場合これで例えば焦がされるリスクもあるんで、だからキックボクサーここまで来てからチョンチョンチョンって削り合いに戦うんですよ。こうやってこういう風にで来たらブロックしてブロックして、それを、ステップインでやってくるんで、それに対してしっかりとしたブロッキングをまずワンツーフックで、ワンツーフック打つ感じのあれワンツーフック、はい、そう、そう、そう、で次攻撃してください、何でも。この中で返す。返す。これブロックしてるこの位置のままやからできるんです。これが例えば浮いたら、もう一回言ってください。これめっちゃ危ないです。はい、あ、そう、浮くのでは、タス君の浮くのこれだと俺も絶対倒れるんです、はい、で。だからそれをしないために前でこうリラックスした状態で、相手の攻撃に対して、距離で外すか、ちゃんと手を、いいっすよ、手を置く。強く、で、なんか手返してみたいな感じです。それ踏まえて一回するブロッキングだけです。で、足もちゃんとしっかり動かす。足の、ほら、フック。どんなことしてもいいです。ちゃんと足くるんです、これ。はい。で、足に手をつけるか。手でフック打ってください、両方。大きい、結構強く打っていいですよ。これ絶対倒れる。ああ、はい。俺でも倒れるです。グラグラしてくる。だからそれを衝撃を急やるわけ。そういうイメージでブロッキング。そう、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 ナイス。そう。まず基本スタイルが。これでブロッキングをしていって、でパンチ打ってください。この中に、うわ、例えば蹴りをしっかり待って、外して、はい、出る。はい、こんな感じ。そう。はい、相手は、こういう風な感じで、いきなり、バーンってやってくるんで、はい、しっかり、足で、バックステップ取るとか、サイド回るとか、前蹴り合わすとか、足さらうとか、何か自分の中で一番やりやすい方法でそれをすぐ出るように反復練習して、であとはそれで崩してしまえば
あのパンチ力、純粋なパンチ力は絶対勝ってるんで、はい、そこで多分すぐ倒せると思う。それまではこう、俺は前蹴りがいいと思います。前蹴り、はい、ボクサーの動きはやっぱ縦のこの躍動感がすごいんで、これの、はい、これで倒すんですよ、みんな。あんまりここまで来てからボクサーってこんな倒し方しないんですよ、はい、やっぱこのステップインがすごいんで、はい、じゃしっかり前蹴り前にこださないとか、こださないとか、ステップインしてきたら距離を外すとか、カーフキックするとか、指を受けるとか。指はあんまり出さないで、いや、やっていいですよ、カーフキックやっていいです。これやった方がいいです。カーフもやった方がいいし、まあこれ、こっち蹴っていいですか。これは危ないです、取りやすいから。でもこれは取りにくいです、この辺は。そう、そう、だからジャブ打って、すぐ散らして、そう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 、そんな感じ。ブロッキングの練習とか結構したいんですよ、俺も、はい、だからタツ君より俺パートマンちゃんの人知らんから、だから結構練習しましょう、一緒に。ありがとうございます。俺も練習生になるんで、お願いします。はい、ありがとうございます、はい、始めましょう。ありがとうございました。いや、めちゃめちゃいい財産みたいなもんですよね、こんなに直接教えてもらえたら。ちょっと勝てる気がしました。ウキヤ君に教えてもらうと、もちろんチョンもそうなんですけど、はい、自信がつくというか、あ、はいはい、まあ落ち着ける。ケンタバトルがある時時もそうですね。あの時も直接教えてもらってたんで、あ、いけるかもみたいな。強い人に教えてもらえるんで、今日本当にありがとうございました。いや、タツ君最後のあのローキック怖かった。入れてイメージできたし、めっちゃうまかったもん。タツ君だから楽しみやね。みんなで応援行きましょう。僕セコンドかな。セコンドチョン君とルキヤさんがセコンドだと思う。はい、当日タツのやり合い楽しみ。感想っすか。タツもおらへん。タツもおらへん。ルキヤさんから一言お願いします。おっぱい、ありがとうございました。やっぱりあのポイントで勝つ選手もいいけど、やっぱ本質は倒すとこみたいやん、みんな、はいはいはい、それを見せてくれる選手やから俺はすごい。でしかも当たったら、人間やったらもう立てられへんパンチ持ってるやん、マジで、はい、で俺も当たったら立てられへんし、でそのパンチを当てるまでの組み立てを仕上げたら結構しんどいと思う、普通に勝つのは。プロの選手も勝つ、だからそれこそこの前ビッグマン選手が負けたやろ、うんうん、そんなことに普通になると思う。頑張ります。はい、頑張ります、はい、頑張りました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、腕振ってことないですか。今サボり気味で2週間に1回やけど調子よかったら週1おるから、よろしくお願いします。歯が眩しいっす。目が潰れそうなぐらい歯がしてる。ああ、チョン君に会いたい方は63ビーチ。